それでは始めたいと思います。すみません、今日からですね、一応3章ということで、まあ、2章のですね、少しほんの少しだけ復習しますけれども、基本的には変数とかですね、ちょっと最初からいきますね、まあ、最初、まあ、C 言語の最初ということで、メイン関数の話から始まって、で変数の宣言ですね、それからプリント F 関数、そして、変数の宣言のところで言ったように整数型変数ですねがありますよという話をして、整数型変数の演算、そして、小数点数、型がありまして、小数点数型の計算、コンピューターの中ではですね、整数とか小数、これは同じ数字なんですけども別々には使うというところに注意をしてください。まあ、これは二進数で表現するためにですね、形式が違うと、格納されたものの形式が違うということで、小数点数がある場合、それから、整数のみ扱う場合は分けて、計算をしなきゃいけないというところを覚えておいてください。それから文字表示、文字というのは、このような ASCII コード表を元に、扱っています。まあ、まだですね、漢字といわゆる日本語に関する文字のことは扱っていません、説明しませんでしたけれども、基本的にはこの表はですね、今256、まあ、または ASCII コード表は実は128、要するに7ビットで表される、数で表現されていますけれども、そのテーブルがですね、16ビット、65,536 通りの表の中にを定義すればですね、漢字も表すことができます。で、まあ、それはですね、C 言語では特に、意識しなくても漢字は使えますので、とりあえずこの半角のですね、ASCII コード表のアルファベットのみを扱いました。で、漢字の場合は別の型を定義しなきゃいけないんですけども、とりあえず、まあ、ここでは省略いたします。いずれにしてもこのアルファベットであればですね、7ビット、または8ビットで、表現できる、二進数でいうとですね、8ビットまたは7ビットで表現できる数ですので、この文字型変数というものを宣言して、代入または計算することができるということですね。で、それをまとめたものがその下に書いてありまして、キャル型、それからイント型、フロート型、ダブル型、こういったものをこの章では学びましたということです。ここにバイト数って書いてありますけども、基本的にはこれビットに直すと1バイトは8ビットですので、まあ、よく私は、ビットで言いますけども、要するに8ビットで表現される。こちらは32ビットで表現されるというふうに解釈することができます。まあ、いずれにしてもですね、まあ、そこまで詳しいことは、覚えてなくても、基本的にはこのデータ型ですね、文字を使う場合、整数を使う場合、不動小数点数を使う場合というのがあるというのを覚えておいてください。で、文字型も基本的にはイント型等と同じで、CAL、C というふうに宣言して扱うことができる。で、プリント F で、表示する場合には、文字として表示する場合は、%C というのを使ったということです。それから、プリント F について少し詳しい話をしました。プリント F 関数については、通常の文字列を出力する。他にですね、エスケープシーケンス、または制御文字、この書いてありますけども、と呼ばれる文字を表示することができる。
まあ、実際表示ではなくてその人を制御する文字ですので、開業とか復帰とかタブとかこういった要するに機能を果たすことができる文字であったということです。で、まあ、詳しいことを言うとこの隣にあります%D%U%X といった、変換、仕様変換ですね、こういったものがあります、まあ、これも全部覚える必要はありませんけれども、まあ、使うときにですねまた思い出していただければいいし、特に、まあ、プログラミング全般に関して言えることですけれども、基本的には暗記科目というか暗記するものではありません。もう皆さんがコンピューターに向かっているわけですから、もし分からなければコンピューターでプログラムをちょちょっとしてですね、実際コンピューターに聞けばいいというのが基本原則です。ですから今紹介しているプログラムなどはを、まあ、いつでも書けるようにしとけばですね、こういったものを例えば忘れてしまっても、例えば%X は何だったかなとか%D は何だったかなということをもし忘れたとしてもですね、プログラムを書いてプリント F 関数を呼び出して、ちょちょっとやってみれば分かるということです。ですからまずこういったものはですね、なんとなく頭に入れとけば、あ、ここにあれが書いてあったなということが、分かればですね、基本的にはもうコンピューターに向かって、コンピューターに聞けばいいというのが原則です。まあ、そういうふうに、今言っている説明をですね、聞いていただければよろしいかと思います。で、まあ、そういった意味でですね、まあ、プログラミングになれるという意味でこの例題例題2の1から、プリント F 関数を呼び出して表示する例題とかですね、先ほど言いましたように小数点数または整数の値を表示する例題とかですね、そういったものをやってきました。でもう一つ、重要なことを説明しましたけれども、入力する関数ですね、キーボードから値を入力する関数、これはスキャンF関数というのを使います。スキャンFの%D、これは受信数を入力する場合は%D ということですけれども、でこの代わり、整数の変数の前にですね、アンパサンドをつけないといけないということがありました。でここでは、整数型の変数 NM を宣言して、受信数を入力して2乗を表示するという簡単なプログラムでしたけども、これもですね、ここに%D があったり、しますので、こういったことを、まあ、テストするプログラムとして使ってもらえばよろしいかと思います。で、それから先ほど紹介しました仕様変換ですね、%D とか%F とかこういったものをいっぱい、まあ、書いてですね試していただきました。これについても、先ほどの表をなんとなく頭に入っていればですね、もし、細かいことを忘れてしまったという場合はこれと同じようなプログラムをちゃんと作ってですね実行して、で、思い出してもらえばいい。何度も言いますが基本的にはコンピューターに聞けばよいということですね。で、もう少し大きな例題として今度は小数点数型ダブル型を使って、まあ、一番簡単なというか、まあ、中学校特に習った公式数学の公式に当てはめて計算をしたということです。まあ、もともとコンピューターっていうのは計算機というぐらいですから、まあ、計算をする道具として使われているのでこういった計算もですね、まあ、数学の時には自分で手計算をするというのは原則でしたけども、こういったコンピューターの場合は手計算はする必要はありません、あくまでコンピューターに仕事をするということを分かればよい。でただしその、まあ、公式に相当するものとかですね、
あとはその常識を実現するこういったプログラムをちゃちゃっと書けるということが重要であるということです。まあ、最初の頃はですね、こういった数式を見るとですね、非常にアレルギーを起こしてですね、なんか数学の授業みたいだなっていうふうに思う人がいるというふうに聞いていますけども、そうではなくてですね、あくまでこういったことを別に覚える必要はありません。数学的なことを覚える必要はありませんけども、それをですね、動かす、まあ、要するに計算をするプログラムをちょっと書ければよいということです。で、まあ、さらにですね、まあ、このぐらいのプログラムだったら、まあ、例えば教科書を持っていればですね、すぐ入力できますので、とりあえず全く全部覚える必要もありません。こんな感じっていうのが少し分かっていれば、あとはいわゆるデバッグ、プログラムを通してですね、コンピューターに聞けばいろんなエラーとか教えてくれますので、まあ、とにかくその上で、一通り勝てればよいというのが目標です。はい、そういった意味で、まあ、2章の復習を簡単にしましたけれども、その次にですね、前々回ぐらいですかね、説明しました、まあ、プログラミングには重要な要素が3つあるという話をしました。一つは連続または逐次といって、今先ほど説明したような一つ一つ分プログラムを実行していくという部分と、それから分岐、これは今からやりますけれども、ある条件のもとにこっち、ある条件のもとにこっちといったような、条件判断ですね。そういった分岐の要素、それから、まあ、4章で説明します繰り返しの要素、その3つの要素からなるという話をしたと思いますけれども、そういった意味でその3つの要素をまずマスターするというのが大事で、さらにその非常に重要な分岐の部分についてですね、この3章で説明していきたいと思います。で、その分岐、まあ、条件分岐というのがありますけど、または条件判断といいますけども、そういったプログラム、まあ、チームの場合は分と言いますが、分として if 分とかですね、スイッチ分、そういったものがあります。で、その使い方を習う、それから、ここにありましたね、繰り返し、これも非常に重要な要素です。繰り返しについて学ぶということですね。あとは無条件分岐または演算子、こういったものは、まあ、割と補足的なことですけども、さらに、複雑なプログラムを書くための文としてこういったものをですね、紹介していきますということです。まあ、英語で例えるとですね、あくまでまだ今文法の初期、をやったところで、さらに少しですね、because とか、なんていうんですかね、条件を付け加える文をこれから習うといったような感じです。で、さらにこういったアディショナルな演算子とかですね、こういったものはそういった中で、まあ、単語を少し増やすということですね。要するに書き方または表現の仕方を少し増やすという意味で、こういった、新たな演算子がありますよということを説明している、まあ、そんな感じです。はい。